うちが始めたんじゃないからね。え？みんななんか武器向け合ってんな。おっそすー、シリアルクリーナーズ続きいきます。マイクロベーサーとよろしく。さあまたラティのパートでございますが、なんか絵に対してのお話をちょっとしてたのよね。今回はズン、この現場はちょっとどこまでが、あ、なんかスケボーかっこいいスケボーだけ残っとよ、危ね。はあはあはあ、こちらにポイッと。ラティはやりやすいからありがたいわ。スケボー処分。こっちが何にもないってことだよね。いいね、ラティのこの動きやすそうなスニーカースタイル好きですよ。はい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 、いつも通り手際よく行こう。手際よく行ってバレないようにね。あそこの景観が見づらいな。この辺まだ血がちょっと残ってて、すごいね、こんな雨降っててちゃんと防水の防水仕様の掃除機。掃除機の見た目もなんかキャラによって違うよね。こんなこんなイエローでしたっけ。これでこっちはここなんや。廃棄場所ってことはここに証拠品とかを捨てることができそう。ほんほんほん、よし、ささ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 さ大丈夫、あさささささ無能、相変わらずの無能なのよ。ステージが進むごとに有能の警察官出てくるかなってちょっと期待したけど、これはもう無能しか出てこんな。こっち登れんのか、セーブいける。あれなんや、回収。何今のヌンチャクみたいな多分違うと思うけど、あ、結構今回は上まで行かすね。っていうか隣の建物は、あっち駅のホームなんかちょっとおもろそうやん。降りて、なるほど、こっからじゃあ駅に入っていくのか。でもなんか別のルートがあったりとかは、ここは下通っていくだけやけど、この危な、ここ登れる。さささささささ、そしてこっちから登れる、ハイレール。オッケー、中入らな、どうしようもないよね。ドアがいっぱい、窓からも入れるっぽい。こっちはさすがに行けへんか。はっ、死体を運んでポイッと、できない、やばい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 、死体がないぞってなってるけど、これどっからどっから出んや、これこっち運んで
どこで廃棄すりゃいい？駅？さすがに無理よな。近いよな。どこに運んだんやろ。ポリスマンいっぱいいますぜ。どっかから多分投げ捨てなあかんと思うんやけど。危な。閉めたった。こっちから？うわ、いる。やば。ザッ。はっ。バカめ。これでもどこに、さっきのドアを、こっちから下に、あ、落とせる。ふれ、音がえぐい。あ、もう一丁。やば。これは窓開けえの、あ、でえの、どこに落ちた。投げ捨てたと思うんやけど。危ね、あんなとこ落ちてる。どうも。はい、はいはいはい、あいつ怖い。いやーだ、やばい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 、ぶっつ、はい大丈夫、はい今のうち、はい、あいつがあっち向いてる間に、ないけるもの、じゃあこっちまで持ってこんでも、なんか向こう側で処分できるところが確かあったよな。ああ。バレる気がしねえ。あそこで確か処分できたんじゃなかったっけ。あれどこに捨てんやろうな。ドブ側に捨てる感じなんかな。証拠残ると思うんやけどな。おい。よくないと思うよ。あ、セメント流し込まれてんのかここ。とんでもねえ、数年後数十年後になんかの工事してるときに絶対出てくるやつやん、そんな。とんでもねえ世界だな、相変わらずな。ここはいけるか、したい。おお、今よし。来るかな。あ、来ね、大丈夫そう。こんにちは。だやば、あ、違う、あ、ちあれ、アンドレ、あ、これあれかい、あの階層があった時のやつ。マフィアに撃たれて死ぬ。あら、どっち向いてんの。あの奥に座り込んでるやつがアンドレ、手前にいるのはあれ、ズームで出してくれたアンドレ。ん、潜入捜査官。ん、やばいことになってる。こいつらは連邦捜査官だ。ん、どういうこと。あの階層と時系列がちょっとややこしなってきてるけどさ。何が何でも連れ出してやるから。う、ちょタイミング悪いな、もう。あ、負傷したビップ。
安全な場所に誘導しよう。障害物の上に投げることはできないがでしょうね。一時的に放っておいて別のことをすることは可能。 VIP は敵に見つかるといつも以上に敵が警戒するので気をつけろ。え、ちょっと待って、そんな、あ、わ、なんか新しい、え、今までのステージでもそんなあったんかな。あ、ちょっとやばい、やばい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 。あれを助けることができるってことか。じゃあ、そんなアンドレの近くで、ハングマンって書いてるな。運べる？あの日お前があの店に現れた時、ハングマンは引きずるしか無理なんかな。ちょっと、あ、モテるわ。喋んな喋んな。正体隠してなんたら、なんか大事なこと言ってるっぽいけど、これどう逃げれる？いける。よし、いけてるぞ。任せろアンドレ。え、アンドレでやってたよね、ハングマンってなってるけど。おーい、こいつを助けることでなんかシナリオ的にでも絶対やらなあかんやつなんかな、これは。安全な場所に移動って、うえい、どこや、はくちゃくちゃくちゃ。何、出口が見つからないとかなんか言うてるけど、え、処分したらあかんやろ、ここ。え、よかったんかな、処分って書いてたけど。処分になってたらどうしよう。一応でもあのセメントのところには投げ入れてないから大丈夫よね。あ、あっちジャンプできそうやん。あ、ジャンプって書いてる。はっ、なるほど、このルートもあったのか。ええやん。あ、やめて、運ぶから、すぐ運んでいくから。はいはい、どっから捨てれたっけ俺。こっちか、こっちの、うん、もう来るな、来てほしくない時に来るな、見られてるな、バレたかな。ハングマンが見つかると警戒するって言ってたよね。大丈夫、大丈夫、こいつは死体やからポイで OK。 あ、違う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 、なんでそんなとこ降りんの、危な、いっちゃん下まで行くんかもだよ。こうなったらどうやって降りんの、見えてるで、隠れれんのね、そこギリギリ。あ、そんなとこも登れて、危ない、そこ降りるのは聞いてない。結構このラッティパートは行けるところが多いから、ちょっとシュー、はい、ファックザポリス、はい、といてよ、ファックザポリスって言うのやな、そう思うとこいつなあ、いろんなところに書き物できるし、敵を誘導することができるし、てかあそこに死体2つあんのに違和感持たんのかい。ファックザポリスをなので使いまくれば、ははは、今のうち今のうち今のうち、でもこっちも今のうち今のうち、バレてないバレてない、全然バレてない。えい、こんなところも行けるんです私。
スッと。こいつが一番楽かもな、マジで。他のキャラより。はい。やかいしよう。あ、危ない、危ない。大丈夫。何か見たかい？それよりも床の血がなくなっていることに違和感はないのかい？そこじゃないぞ。ノイズオン。すると変なとこいるな。ん？ノイズ鳴らしてもそんなもんか。ん？入って切るわね。すぐ出てくる。もう一回寝てみましょう。よし。ここにじゃあ書いといてあげよ。 OK。 これで結構時間稼げるでしょう。でいっぱいあるなあ。ああ、もうこいつファックザポリス書かなあかんかな。死体はもうほとんど多分処分できたから、まああとは目の前の、あ、ここまであるわ。危ない。はい、どっち行く？入る？入る。あれ、死体がないな。どうも。ほれ。ぐるぐるったらぐるぐる。あ、ぐるぐるったらぐるぐる。いい感じ。はっ。さささ。さささささ。さ。そう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 、いいよ。はい、セメント、はい、セメントに、あ、全部セメントに入れちゃう。 OK。 あとは証拠品が一つ。どこにあった証拠品？ん？どれや。ノイズオン。証拠品。ん？わっちばっかやもんな。ん？あと一個。はいはいはい。きれいにきれいに。プロだからね。プロだから綺麗にしないと。ちょっと残ってるね。あいつ入ってきそうやな。こっちの方に行かしてやりたいねんな。バックザポリスゾーン。気づいた。ここ行った。で、この辺にちょっとだけ残ってる。これで、OK かな。あそこか。あったわ。大きななんかって書いてるな。OK。ちょっとだけなんか血が残ってる気するけど。はあ、ハングマンも助けたし。いい感じじゃないこれで。OK。あのマークが出たら、多分、全員じゃない、全地、全部の地いけてるはず。さ、見つからないように、こりゃね。よし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 、トゥー、オッケー。これ違う、ぽい。あー、簡単でした。いいよいいよ、これぐらい、ラティぐらいやりやすかったら助かるよ。いけたよ、アンドレ。アンドレ。
あ、結局そういうお話だったの。あら、泣いてる。あら、うん、どんどん0時に近づいてはいってるけど、うん、今はロムって一旦データを整理しようってことで、また、うん、現代戻ってきて、次はこいつやね。何これ、状況を把握するめっちゃ踊ってるけどさ、最高。ハルダーボーン、元の場所に戻る。元の場所、あっち。はいはいはい。ん？この中、あ？ニューヨークセントラルパーク、98年。ベルベデル城での待ち伏せは失敗に終わった。マフィアの殺し屋は違法パーティーの中で裏切り者を追いかける羽目になった。殺のガサ入れを恐れた客はパーティー会場を逃れたが、数人は巻き添えにあった。クソ殺し屋が私に仕事を依頼してくる。クライアントを差別しない。ただ軽蔑して寛大な気持ちで金を受け取る。今回は超簡単。セントラルパークのレイブパーティーでマシンガンでの無差別殺人。無理やろもう。死体隠したところで、そんなセントラルパークでのマシンガン銃撃やったらもうさすがに死体どうこうしたところで事実を消すことは無理ちゃいます。今回はノイズ系か。ノイズオン。レイブパーティーの大音量音楽が鳴ってる感じなんかな。ん？ライト。ん？オンとオフを切り替えたのか。それによってこいつらが宇宙ごめんなさい。はあ、はあ、早い。逃げれた。パックして、音量。あっちに寄せたところでやんな。証拠がちょっと勝手に動いたぞってなってるわな。はしご。あ、あっち行ってくれた。ラッキー。ラッキー。こいつは、包んで、滑らしていくしかないんやんな。よし。まあでもこれで、まず1体はいけそう。OK。気づかれた。けど、もう遅いよ。まずは一体。よし。な感じか。マック。ライトつけたところでやんな。なんかもう一つそんなに。ライトごときでは誘導できてない気がするから、これほら鳴ってるよ。あ、ふんじゃなくて音が鳴ってるよ。そう、そっちで、今の間にうおー回収。あっち行け、警察官ついてくれ。うわ、時間か。ここどうなってる？
中にどうやって入んねんこれ。はしご、ん？入り方が、さあ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 、やめて、あ、セーブして、よし、チリもいるなおい。ハッキングシステムがすごいいっぱいある。包んで、もうレイブパーティーで使われてた音楽系の機器は全部ハックで動かせんじゃね、やっぱね。よし、え、これもか、どこに処分すんや、これ。ハックん、ほれ、で、これ車まで持ってかなあかんのかな。もう一個のあの、おい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 、ハック、これライトのなんか向こう側か。なるほど、イケポチャさせんのか。うっち、くっへへへ、てててん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 、隠れる、大丈夫。あ、やっぱり。あ、あ、こっち来てるやん、今日は。死体がないぞ。そんな中出るぞ。よし。こっちじゃねえな。ここら辺に、これね。このグッズを、危ない危ない危ない、まずは、あ、お前いるんじゃん、手伝ってくれよ。なんかでもちょっとこのクリーナーズメンバーの動きがちょっと変な感じになってきたよね、さっき。さあさあ、このメンバーたちがなんかあれかな、裏切ったりすんのかな。まあなんかこの4人実は過去にこういう因縁があってとか、変なつながりが出てきたりするんちゃうかな。もしかしたらその辺のヒントをすでに言われてるのに、ただ俺がちゃんとテキスト読んでなくて気づいてないだけっていう可能性もあるけど。お、今いけるにー、ラッシュラッシュ、ああ、ボーナスタイム、ボーナス掃除タイムだ。ボーナス掃除タイム、ありがとう。よし、ではこれは回収するだけの、じゃあちょいっぱいいる、だんだかだんだんだかだんだんだかだんだん、回収、はしごとハッキング、こことこの辺いじっといて、あいつなんとかしたいな。んー、これ、あ、まだ鳴ってんのかこれ。うっす、どうやらまだ音楽は鳴りっぱなしみたいですね。ゼイゼイ、今今今今、いいいいや、それは無理、危な、トゥトゥタタカタじゃなくて、多いな死体が。ここは見張りなさそう。来てる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 、よし、
一回セーブ入れといて、こっちはいけない。はい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 、もう血の回収はこれである程度いけてるっぽいぞ。これはあっち持っていこう。でいけてるよね。ちょっと血残ってるね。ちょっとこの辺血残ってるよ。よいしょよいしょよいしょ誰か誰かあの無能警官たちをまとめ上げる有能な警官はおらんのかやばいぞ、証拠消えまくってるぞ。もう何個も始末書なんかで済まへんで、ほんま。ほい、よし、あとまだ死体がでも3つ。このタイミングでバレる、やば。早い早い、ちょっと足早い。ほら音鳴らしといたよめっちゃ来る、やばいやばいやばい、あいつ早いな、やばい。さ、車線切って、車線切ったらバカ。デッドバイデイライトとかできへんやつやな、全然な。すぐ見失うタイプのキラやな。え、これを持ってるな、なんか。こっち側にここか、これ洞窟にしてた今それちょっと無茶ちゃいます、いくらなんでも。ハッキングライト消しいの、いや、その程度じゃ。あ、引き寄せられるか、それで。やばいやばいやばい、大丈夫、はい大丈夫、よしおお、はい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 、今こっちがお留守だぜ。こっちの死体注目しなくて大丈夫かい、運んじゃうぜ。俺は車に持ち帰る。これ、あと死体2つと証拠品1個、こっちも行けんのか。あ、行けるわ。あー、じゃあステージ的に結構楽やな、ここは。うん、大丈夫、車線切れば大丈夫。これをこの死体は謎の洞窟にぽい絶対後日見つかるって。よし、この辺ほとんど血がちょっと残ってるぐらいか。ちょっとこっち警官多いな。この辺の血と綺麗、この辺も雨でちょっと見にくくなっとんねんな。あそこの証拠品ってどうやって取んや、左上のはしごを。どうやってこれ、はしご登れへんよね。なんかをハックせなあかん。これは上に乗っ、あ、こ、え、こっちから、この辺から上がれんのかい、わかりにくいわい。ハック鳴らしとけ、ツンツンテンテン。
体重降りれへんのか。ちょっと高かったみたいね。うん、綺麗さっぱり。こっちはまだ下に残ってる。すぐ近くで包ませていただきます。ささささ、ちょっとこれもらいますね。いい感じに運ばしてもらいますね。あとは任せてください。いいよ、こいつのパートも結構やっぱ早く終わる。うちなんな、見られてた。今いけるで、ずらかれるけど、あそこの地位も完了させておきたいよね。よし、あそこ、あの地位をこの辺にじって、ここだけよね、もうあと。はい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 、よし、いいよよし、これこそプロの仕事よ。いけました。んー、ずらかります。踊れまくれソウルたち。うん、まぶしすぎる。白飛びしとるよ。ん、最強ゲーマーサイバーローニン、元レイブクイーン、伝説の掃除屋。元レイブクイーンなの？コスモの意志に見守られていれば十分だから。セントセイヤーが好きなんかな。は、98年冬。お前ってマジで、ん、現実世界にうんざりしてるって話散々語ってたぜ。俺らの知らないおっかない事件をほのめかして、闇業界のお友達がいるから裏側を知ってるとかよ。メンゴメンゴ。ん、言ってる女は陰謀とか殺人鬼の話好きだよな。ん、やべ、危な、くそ、我慢我慢。こいつにバレてないかな。こいつ誰や。ん、あんたがポピュラー心理学の博士、博士号。すごいこと言ってるな。あれ、いい感じに脳に回ってきたぜ。ダンスしに行こう。いや、結構レイブパーティーではそういう薬を決めてる人がいるっていうのはちょっと聞いたことあるけど。炭酸水でダンスフロア行く。めっちゃみんな踊ってるな。これでも98年冬って言ってたからめっちゃ最近よね。あんた何歳。誰あれ。もうゲロゲロ。なんかちょっと怖い怖い。日本人っぽい顔の人って年齢不詳っていうし、あんたは18にも50歳にも見えるわ。そうなの。韓国人やったみたいです。裏腹けれっていうか、クールジャパンっぽいサイバーパンクな感じだからてっきり。そうなの。日本と韓国結構 IT 系な感じになってる。なるへそ。この翻訳作った人結構年いってんちゃいます。
まあでも98年の翻訳をしてくれてるからありっちゃありなんかな。うん、何がや、意外と可愛い。ダンスフロア、このままこっちから行くんか。あ、戻ってますよ。98年なんでしょ。ここでもここのやつらもつまんなくなったな。クソガキに若オタばっか。何何何何、ああ3つ目がパンツっていうのは分かった。んみんな消えたか、大人になったか、死んだか。今さっきのが連れの名前ってことか。んー大丈夫だよね。それでもまたコスモの石打てるな。このダンスが一生続くことはないと。なんやろう。お？悪魔狩りの時代、狩りユガの幕開けについて語ろう。寺面白す。はは、これでん、なんて That's not って言ってた今。はん、いや That's not って言ってたよね。なんや、あの辺の選択肢でなんかシナリオ変わったりすんのかな。これでん、いやボブもいたな今。アクト4が完了なんかな。一応クリアしたステージを映してくれてる。駅が映ったり。アクト4コンプリート。Who is the traitor? 何やこのバック BGM もない中なんか進んでるけど。ボブ。Who is the traitor? ん？11時4分。うちが始めたんじゃないからね。え？みんななんか武器向け合ってんな。やっぱ今までの話の中でなんかさっきのあのポケベル連絡から始まり、なんか重要なことを多分言ってたのよね。あ、ノット。あ、内臓を引きずり。俺は狂犬。あ、裏切り者が誰かってことか。みんな同じメッセージ。ミッチって書いてたポケベル確か。Mafia knows one of you went to the cops last month. But TTYL. Did Mitch actually bother to send out custom messages, or is that just a very liberal paraphrase? 裏切り者がこの中にいるっていうことがみんなとりあえず分かったってことなんかな。はあ。For Christ's sakes, you gotta be kidding me. Et tu, Brute? え？ Brute, as in Brutus.シェイクスピアで有名なセリフだ。
バーブ。Pardon me, son, but you act like I should be the prime suspect. I don't know why. I mean, come on. Retirement? 引退も近いじゃん。This year, but you were too shy to share specifics. Oh, for. I mean, we're all on equal footing. みんな条件は一緒だろ。I ain't spearheading this one. Not this time. So, who's it gonna be? 誰がやるよ。あ、なんかまた選ぶ感じになってんで。誰がやるよっていうのは結構これどうなん？大事な選択なんでしょうか？なんかちょっと裏切り者がみたいな感じになってるっぽいんですけど、気になるこの続きをまた次回プレイしていきたいと思います。だいぶ展開は変わりましたな。それではまた。よろしくどうぞ。